改めまして皆さん明けましておめでとうございます。好きかける収納で稼げる私になる、6ヶ月で片付けビジネスを軌道に乗せるおうちプロデュースアカデミー校長で一級建築士のイルマタルです。第16回目イルマタルの部屋をお送りしていきたいと思います。先ほどちょっと喋ってたふりをしてたんですが、マイクが入ってなかったというハプニングがあったのでもう一度最初からお話しさせていただいております。でこの番組は毎回さまざまな分野でプロとしてご活躍されているプロの、方をゲスト様としてお迎えして、そのプロになるまでのプロセスとか、それから苦労したこと、今後の展望などを深掘りして、これからプロになりたいなと思っている方の参考にしていただくための番組となっております。で最後にはゲスト様の片付かなくて困っているものだったりこと場所を、解決に導くおうちプロデュースワンポイントアドバイスコーナーも設けておりますので、最後までご覧ください。でこの番組は毎月第1土曜日17時半から18時半月1回の配信を予定しています。でなんですが、ちょっと今日はイレギュラーで17時から開始というふうな形になっております。で私は、今回のゲストさんのお話をすっごい楽しみにしておりまして、でいつもはちょっとね、いろいろと前説をするんですけれども、もう今回は前説抜きにして早速本日のゲストさんをご紹介したいと思います。本日のゲストさんは、陸上競技で結果を出させるプロである山川太一さんです。太一さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では最初にね、私の方からプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。お父様が水泳でインターハイ出場、で空手道で全国大会3位で、消防の全国救助技術大会では3回も全国優勝されているというお父様をお持ち でお母様がバドミントンをされていて、でお姉様が大学時代にスキーの大回転インカレで2位という、本当にスポーツ一家での環境で育ってこられました。で小学校時代は水泳、バドミントン、サッカー、柔道、塾、習字と毎日習い事で友達と遊ぶ時間がなくて、で憧れがお泊まり会だったそうです。でバドミントンを始めて2ヶ月で、大阪で5位で、柔道は大阪府で3位で、サッカーはトレセンで選抜に選ばれるっていう優秀ぶりを発揮されております。で柔道で負けた相手がなんとあのオリンピックで金メダルを取った石井聡さんだそうです。で高校時代もね、同級生だったんだそうですね。で、それだけではなくてね、お父さんが、すごく厳しい方で、なんかどれもね、結果を残していってるんだけれども一番がないっていうふうに言われて、ね、それで悔しくて中学校の時にサッカー一本に絞るっていうことをされました。でクラブチームに入団されて週5で通われてたんだそうです。もう中学生で週5ってすごいですよね。でほぼお休みなしでですよね、はい、でそれだけじゃなくて週2回学校のクラブもされてたと、はい、いうことで、なんかもう本当にもう毎日毎日何か練習をしているというような状態ですよね。はい、でその時サッカーがね、なんか思ったよりもうまくいかなくて悩まれて、まあ、中2の夏に陸上部の顧問の先生にちょっと相談をして合宿に行かせてもらったそうです。で30キロ走でなんと3年生に勝ってしまう。で大阪府の偉い先生に目をつけていただいて、なんか陸上をしないかっていうふうに誘われてサッカーに見切りをつけて、で陸上に専念されて今の一番を目指されたというふうになっております。でその当時2番目のお姉さんが実は世界で2例目の神経芽細胞腫っていうなんか難病で、闘病生活をされて、まあ、太一さんが中学2年の時に他界されてしまったということで、その時に死生観が変わって、まあ、いつ死んでもいい生き方をしようっていうふうに心に誓ったんだそうです。でそこから、まあ、人生50年っていうふうに思って、まだ熱盛が好きっていうことで熱盛というか織田信長が好きということで人生50年と思って、そこから人生年表を書いて、でそして中3になってなんかそれをやっぱ書いたことでタイムが伸びて大阪府のチャンピオンとなられました。で全国大会でも優勝されるというふうにやっぱりね、結果をどん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 残していっておられます。で高校は清風高校に進まれて、 でもそこでね、今度またタイムが伸び悩んで、うん、なんか苦しめられたっていうことですね、うん、であとその後、まあ、法政大学にね、そこから進みたかったんだけれども推薦枠がなかった、枠ってあるか推薦自体がなかった、来てなかったんですね、向こう側から、はい、でまあでなかったのでどうしたかっていうと、すごいんですよ、単身法政大学に乗り込んで寮に1週間合宿させてもらって、でそれで、その学校の先生にうちに来ないかっていう言葉をもらうっていうね、そういうところまできっちりとされているということをされました。でその後法政大学に進まれて、
でもね、1年間に4回も疲労骨折するくらい、もう怪我に泣かされることになったんだそうです。で、2年生の時泳いでる時間の方が長かったんじゃないかっていう、ね、ところがあったそうです。で、それでも3年生の時に記録を残すことができて、箱根駅伝のなんと4区を走られました。なので、あの箱根駅伝のテレビに映っておられるんですよねすごいですよね。 でもね、その後もまた4年生になって怪我に泣いて、で、心が折れてしまって走れなくなられたそうです。で、そこからね、第二の人生を始めるっていうことになるんですけれども、やっぱり過去に書いていた人生年表が生きてきて、そこの中で学校の先生になりたいっていうふうに書かれてたんだそうです。で、体育の先生を目指して、今度は、国士舘大学にも通って、トータル6年間大学生をされて、で、大阪に戻ってこられて、で、学校の先生になられたという状況があります。で、1年目の学校は陸上部がなくて、本当は陸上の先生になりたかったのに、で、女子バレーボールの顧問を担当されました。で、ゼロからのスタートだったんですけれども、勉強しまくって4部リーグだったのが1部リーグまで上がるという成績を残されております。で、その後転勤をされて念願の陸上部の顧問になられて、3年目で全国大会に3人、リレー近畿大会出場、そして4年目に全国大会優勝という結果を出されました。で、さらに転勤で学校が変わって、今勤務されている大阪市立今市中学校で、長距離を今度は強くされて、去年、おととしと2年連続で大阪で優勝、そして近畿大会で2位という成績を残されております。まあ、こんなすごい努力家の方に今日来ていただいているので、じっくりとお話を聞いていきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ではね、まず太一さんの方から今どんな活動をされているのかっていうところを教えていただけると嬉しいです。はい、まあ、ちょっとコロナでなかなか学校のね、教育活動がこう止まってしまったりとか、まあ、分散登校はじめいろいろこう難しい状況がずっと続いているんですけども、はい、まあ、それでも今のところは順調に教育活動をずっと進めることができてて、うん、まあ、特に心配してたのが部活動なんですけども、やっぱり今年はいろんな大会が全部中止になっていって、はい、それこそもこの全国大会、はい、夏の全国大会も、まあ、冬の全国中学校駅伝も、うん、まあ、中止になってしまって、うん、まあ、出れる権利もありながらも中止になってしまうようなこともあったんですけど、それでもなんとか、うん、頑張って、子供らがよく頑張ってくれるので、うん、まあ、なんとか部活動も今のところそういう陽性者とかそんな全くなしで、うん、順調に活動を続けれています。で、授業も普通に、うん、まあ、普通って言ってもね、もちろんいろんな対策を施してなんですけども、うん、授業も行えているので、うん、まあ、それについてはすごく良かったかなと思って、まあ、ちょっとね、怪しい時期にまたなってきてますけども、うん、そうですよね、はい、で、緊急事態宣言がもう出されるかみたいな状況、大阪もね、出されるかという状況になって、あと関東とかはね、はい、出されてますからね。で、それ以外にもなんか教室とかもされているんですよね。教室も当然斜め換気とか、うん、まあ、そういうコロナ対策はもうすごく、うん、うるさく、まあ、給食なんかはね、特に普通みんな、ね、向かい合って楽しく喋りながらっていうのが給食の一番なんか醍醐味的なとこあるんですけど、うん、もう一切喋らず黙って、喋らないで、はい、一言もって言ってみんな黙食ってですね。はあ、なんかお坊さんの修行みたいですね。まあ、もうね、そういうのは感染症対策としてはやらなくちゃいけないので、うーん、まあ、そういう分ではちょっとかわいそうだなって思うところもありながらも、でもね、なんとかその継続して授業とかをね、続けるためには、はい、まあ、必要なことなんかなと思いながら、みんな黙って食べてますなんか切ないなはい、ありがとうございます。じゃあね、ここからはね、いろいろとちょっとお話じっくり聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず最初にちょっと聞いてみたいのが、お姉さんが亡くなられる経験をされている、はい、でも本当に衝撃だったと思うんですけれども、やっぱその闘病生活の中でお姉さんとなんか会話をされたりとかってしたことってあったんですかね。そうですね、もともとまあ、ぶっちゃけあんま仲良くなくて若い頃はね、はい、でよく喧嘩をしてたんですけども、うん、やっぱ入院して離れてってなるとこう、まあ、会う機会がね、すごく減って、うん、で、まあ、当然姉も強がりだったんで、はい、
まあ、最初来てほしくないっていうか、うーん、病棟にも来てほしくないっていう感じだったんですけども、まあ、日に日に弱まっていくというか弱くなっていって、あの化学治療法って言ってね、あの薬をガンガン投薬していく治療だったので、はい、まあ、当然髪の毛も全部抜ける、うん、で、まあ、そんな状態では当然会いたくないですね、あの仲の悪い弟なんかにはなので、ああいう回数って多分すごく減ってて少なかったんですけど、2つ覚えてることがあって、1つはそれこそ自分の人生の転機になるんですけど、はい、自分はサッカーをずっとこうやってたので、うん、サッカー選手になりたかったんです、はい、でそういう状況の中で会った時に、姉がまあ陸上部の先生いい先生やから、はい、陸上部入りっていうふうに一言言ったんですけど、その瞬間はいや自分はサッカーやるんだと、うん、サッカー選手になりたいから陸上部に入らないって僕は言ったんですね、うん、はい、まあ、結論としてこうやってがっつり陸上やってるんですけど、はい、その言葉を言われたのはすごく印象に残ってるのが一つ、うん、はい、それからもう一つは、まあ、言葉っていうよりはまあ本当に最後の方って言ったらおかしいんですけど、うん、自宅療養っていうかね、一回自宅に帰ってくる時があって、はい、その時にあのお風呂場で姉がまあ、 あの泣いてたというか、うん、まあ、泣き叫んでいた声はあの今でも耳にずっと残っていますね、うん、まあ、そういう部分で言うともうその2つがすごく印象残ってて、うん、あのまあすごいいろいろ考えることは多いんですけど、うん、あのその2つがまあ一番印象残ってますね。やっぱりあれですか、そのお姉さんが、はい、あの陸上の先生がいいよって言われていたのがやっぱりちょっときっかけにもなってる。あ、もちろん残ってますね、耳にはずっと残ってて、うん、それがきっかけっていうのもありましたね。すごくいい先生だから、うん、そこはすごく信頼を受けて、うん、その先生に教えてもらったら結果出るよっていうところも言ってもらったと同時に、うん、まあ、先ほどご紹介していただいたようにサッカーはちょうどその時うまくいってなくて、うん、自分の中でこう悩む時期にずっと入った時に、まあ、ちょうどそういう声をかけてあのもらったりとか合宿行って、うん、そういう先生らに声をかけてもらったっていうのが、うん、まあ、大きくて、で、まあ、夏に声かけてもらって3ヶ月ぐらい悩んだんですね、うん、3ヶ月悩んで帰ろうって思ったので、まあ、間違いなく姉の言葉っていうのは転機の一つにはなってると思いますね。なるほど、はい、あとまあね、お姉さん亡くなられたことでやっぱりその自分自身の価値観が変わられたっていうところね、あったと思うんですけれども、なんかそれまではこう自分の人生って結構リセットすぐ効くんちゃうかなって、小学生ながらとか、うんうん、中学1年生ながらなんかこうすごく簡単にというか、まああんまり深く考えずに、うん、生きていたんですけど、まあ、その姉が亡くなったことをきっかけに、うん、あ、まあ一回きりの人生なんだと、うん、でその中で自分自身がこうどう生きなくちゃいけないかっていうところを中学2年生ながらの、まあ、頭で、うん、その時は必死で考えましたね、うん、まあ、怖くなったっていうのもあるし、うん、これからどうやって頑張っていかなくちゃいけないんだって姉の分をっていうのはその時にすごくあの感じて、うん、であんまり長く生きるよりも、まあ、太く短く生きようっていうだからまあ人生年表50年なんですけ ど、 なるほど、はい、だってもうその時点で10年終わってるんですよね。そうです、本当に50歳以降こう生きられた方本当申し訳ないなと思いながら、うん、もう勝手にでも50まででとりあえずは結果を残すというかね、なんかこう、うん、世の中にいろんな影響を与えれる人になりたいなっていうのを考えながら書いたんだと思います、その時は、はい、でもその時にあの学校の先生になるっていうのをね書かれていて、今それを実現されてるんですよね。そうですね、なんか自分自身の中学あの2年生と3年生と3年生一緒だったんですけど、はい、その先生が、まあ、社会の先生っていうのもあって、はい、あの社会の免許も取らせてもらってて、はい、でそれプラスあの体育の免許を取りにプラスで行ってるので、まあ、ちょっと大学は長くなったんですけど、それは、はい、ありましたね。うん、なるほど、ありがとうございます、はい、でそのね、そこの、まあ言ったら学校の先生になるに至るまでに、はい、いろんな挫折を味わわれているじゃないですか。そうですね、
まあ、法政大学に行って、はい、もう陸上でやっていくんだってなっている時に、はい、やっぱり怪我に泣いたっていうところが、そうですね、一番最初の挫折はそれこそサッカーから陸上へ変わる時には、うん、自分の中で一番大きな挫折で、はい、まあ、その時もやっぱりすごく悔しいというか、うん、まあ、自分はサッカー選手になれないんだなっていう思いとか、まあ、いろんなことがいろいろ巡って自分の頭の中では、うん、まあ、そこは一つ大きな挫折でしたね。でこの次頑張る陸上で結果を残せなければもう絶対いけないっていう思いとか、うん、まあ、そういう腹のくくり方はある意味挫折をしたからできたのかなと思いますし、またこう大学終わるときにそういう実業団とかいう話もある中で、あのやっぱり怪我が自分の中ではすごく大きくて、まあ、走れるのに、まあ、例えば標準記録っていうのが大会ごとに決められてて、それを突破すれば出れる大会の標準記録を突破してても怪我で出れないっていうところが、まあ、続いて、でやっぱり精神的にあのすごく、まあ、おかしくなったじゃないですけど、まあ、それぐらい自分自身でも、まあ、おかしかったなと思いますね。振り返ってみたら本当に寝れない日が続いたりとか、あ、寝れなくなってしまって、はい、そういうのがずっとあったんで、あの陸上は最後はやっぱり、まあ、嫌いって言ったらおかしいですけど、はい、もう二度とやりたくないっていう気持ちにはなりましたね。ああ、あそこまで行っちゃったんですか。はい、はい、最初はすごくそういう気持ちもありましたね。それをその、まあ、今陸上の先生をされているじゃないですか、はい、どうやって乗り越えられてきたんですか。自分の法政大学の先輩に、あの為瀬大っていう 400m ハードルのね、世界陸上で3位に入った方がいるんですけど、うん、まあ、その人と話したりとか、その人の本なんかを、まあ、読んでると、あの人も世界で3位になったのに、はい、劣等感の塊なんですよ。え、まあ、すごい自分は、まあ、世界に一番になれなかったっていうところで、自分は世界で一番努力したのになれないっていうところですごく挫折というか、あんなトップアスリートでも、そうなんですよ、劣等感を味わってるのを見ながら、その人があの書いた本にすごく、まあ、じゃあ陸上人生こう終わってみて振り返った時に、これやってて意味なかったんかなと思ったら、いや、今の自分を作ってるのはその陸上競技をしてたから今の自分があるっていう風に書いてあって、はい、確かに自分も振り返ってみた時に、こうそれこそサッカーから陸上に来た時とかいい思いももちろんしたし、うん、しんどい苦しい思いもしてきたけど、陸上競技があったから、うん、まあ、いろんな先生の出会いももちろんそうなんですけど、あったからこそ、まあ、今があるなって思えて、だからまあその陸上競技で育ててもらったので、うん、陸上競技で恩返ししたいなっていう、でまた自分みたいにこうそういうサッカーから陸上に、ね、シフトしていってで、うんうん、こう結果が出せる出せんももちろんあるんですけど、そういう子たちもこれから世の中にいっぱいいるんじゃないかなっていう思いで、まあ、学校の先生になりたいっていうふうに、思いましたね。まあ、結構ね、そのヘビーな経験を結構小さい頃からされてるじゃないですか。でやっぱり今の子どもたちってなんかそういうのをあまり感じないで生きている人も多いのかなっていう気がする時もあるんですけど、それはどうですか。いや、なんかやっぱりいろんな子供たちがいるので、うん、もちろんなんかこう今の時代って物も豊富に揃ってて、うん、まあ、言うたらできる環境が整っている中でも頑張れないっていうのはこうもちろんあると思うんですけど、でも逆に今の時代だからこそそういう問題が出てきてたりとか、逆にするのかなって、だから時代によってすごく子どものしんどさって違うのかなっていうふうにも考えているので、なんかこう一概にそこはなんか昔はこうやった的なんて僕はあんま好きじゃないので、今の時代の子たちは今の時代のきっと悩みやストレスや不安を抱えながら生きているし、それこそこうやってコロナなんかね来て学校が止まるなんてことは過去になかったわけで、本当にそういう経験を今の子たちがしてる分、うん、なんかよりもっと逆に強く生きてほしいなって思いはありながら、
なんかこう一緒に成長できたらなっていうのは思ってますね。いや、それをするためになんか生徒さんへの言葉がけとかで気をつけられていることとかもあるんですか？って言いながらも今の時代は結構コーチングでこうポジティブフィードバックって言って、いい言葉、こうプラスの言葉をかけ続けなさいっていうような指導が、はい、まあ、多いというか流行りですかね。なんかそういう指導法がいいんだって言われてるんですけど、はい、なんかこうやっぱ叱るとか注意するってその子に愛情を持ってないとできないと思うんですよね。良くなってほしいって思ってないと、そこら辺でなんか変なことしてる人に注意ってみんなしないじゃないですか、はい、関わりたくないし、だけど注意するってその子にもっと良くなってほしいからっていうのがやっぱあると思うので、はい、それは意識的にはやろうかなって思ってます。なんか今の時代こういろんなことがね制限されて注意できなかったり叱れない時代って言われてる中、はい、それはすごく大事だなと思うんです、はい、でそれを乗り越えて、もちろんそこは頑張ってるねっていうような人格否定じゃなくてこう部分否定しながら、ここが頑張りどころやっていうところをしっかり言ってあげると、なんかこうしんどいことを乗り越えた達成感とか、こうやって言われたけどこんな結果出たとか、そういうなんか一個しんどいことハードルを乗り越えた経験をたくさん積めば積むほどなんか強くなれるんじゃないかなと思ってるので、意識的にこう子供ごとに課題っていうか、はい、ちょっと頑張ったら超えれる壁みたいなのを用意するのは大事かなと思いますね。なるほど。ということは、まあ一部のこの良くないところはすごく、まあ、そこは少し指摘はするけれども、はい、指摘して でも周りの他のことは褒めたり、あと一つ課題っていう見せ方をされて進められていっている、はいはい、すごいですねそれね。そうしないとね、でも子供ら今それこそ今の頃ってすぐ諦めがちだったりとか、すぐできないっていうふうに思いがちなところあるので、なんかこうそういう部分をどうにかなんとかねチャレンジして乗り越えてさらに上っていう繰り返しの連続をなんか体感してほしいっていうか、なんかでもそれね大人にも言えると思うんですよ。そうですね大人でもなんかすぐにこれやってっていうと、はい、そのできませんとか、はい、結構大人の方がなんか経験してきてないからやらないですみたいなことが多いなと思うの で、やっぱそれ本当に子供だけじゃなくて大人にもすごい響くなと思うんです、はい、私はそれはすごくあると思います、うん、はい、子供の方がねなんか頭柔らかいって思う時はすごくありますね、うん、柔軟 で、あの中学生って3年間ですごく変わるので、あもうすごい成長ですね。もちろん身体的な成長もあるんですけど、はい、心の成長は凄まじいですね。でも一番ね多感な時じゃないですか、はい、でそこで言う言葉一つ間違えるとなんか全然変わってしまうとか、はい、あったりするのかなっていう気もするんですけど、けどねやっぱ接する時間が長い子たちは、うん、まあその時に話がもしねさってなっても、うん、また次の日会ったりとか週明けてまた会ったりして、うん、こう僕はこうコンタクトというか喋る回数やっぱ増やしていけば、うん、なんかそうこの言葉がぐさってきたとか、逆に言ったらまあプラスに働く言葉もね、うん、この言葉が自分を支えてるってこともあるように、うん、いろんな言葉を逆にたくさんかけてあげるのはいるなっていうのは感じますね。なるほどね、はい、まあ人数がちょっとね多ければ多いほどなかなか難しい部分はあるんですけど、うん、今ってその中学校って一クラス何人ぐらいなんですか？大体35人とかからまあ40人とか、まあ、多い学校42とかあると思うんですけど、うん、まあ、それぐらいですね。でも40人見るってなると結構大変ですよ ね、 ですね、はい、だから部活なんかで言っても多い時はね60人とかになるし、前の学校なんかは100人ぐらい生徒がいたのでなるほど。グラウンドはそれこそ密ですよちょっとねその、はい、あの部活の話が出てきたんでちょっと部活の話もね聞いていきたいんですけれども、もともとバレーボールのバレーボールで先生をすることになった、ね、そうなんです。陸上部のねあのが全然なかったので。陸上部がない学校ってあるんですねあるんですよ逆にそれびっくりしたんですけど。そうなんです。でまあもちろんその空いてるところにね、うん、別に選べるわけじゃないので空いてるところにハマった時には女子バレー部で
あ、女子バレー部。はい。女子バレーかーと思いながら最初。で、まあバレーは経験があったんですか？もちろんないですね。なく。はい。遊びでもほとんどやったことないぐらいの。で、体育の授業で受けたかなぐらい。そうですそうです、はい。ぐらいの感じでスタートして、はい、当然まあ最初見に行った時も、まあ、ルールがわからないですよね。ああ。その細かいルールが、はい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 、どんなルールがそのポジションをこうぐるぐる回っていくルールとか、はい、そのタッチネットのルール一つとっても結構複雑だったりとか、うん、あ、そうなんですか、はい、でそういう部分をまずこう勉強しないとっていうので、うん、あのひたすらとりあえずはもうずっと観察して、最初何も声かけれないんで観察してノート取ってずっとこうメモ書きしながら自分の疑問に思うこととかですね、はい、を書いていって、うん、で初任給のボーナス出た時に、あの給料が出た時に、はい、まあいろんなことにお金使わなくちゃいけなかったんですけど、とりあえず本をたくさん買おうと、はい、でネットからの情報 もちろんあるんですけど、はい、ネットからの情報は結構信憑性がこうなかったりとか、うん、結構いくらに割れるので、うん、まあ、本は大事やなっていう感覚があったんで、はい、もうひたすら本をまず本屋書店に並んでる本を全部全部全部です、全部買ってとりあえず読む、うん、でひたすらずっと読み続けていくと、はい、あの同じ言葉が出てくるんですよね。あ、同じ言葉が、はい、でまあ、これはどの本にも書いてあるから正しいんだろうなっていう、この言葉はまあ正解というか、なるほど、そこは合ってるんだろうなっていうことが分かってきて、でそういうことは絶対正しいから子供らにまあ言えるじゃないですか、はい、書いてある内容がバラバラだったらこう間違えてるかもしれないけど、これは合ってるっていう内容を拾い上げていきながら、うん、まあ、最初はそうやって指導していって、で何ですかね、 DVD みたいながまだ売られてるんですよね、うん、それもそれ高いんですね。高いですよね、そういうの。だってすごいニッチですもんね、ニーズが。なんかね、はい、指導者の用の DVD ってすごく高いんですよ。あ、何万もする指導者用の DVD。 そうですそうです。あ、それも買い漁って買い漁って全部買いましたね。すごい。でもそれ見てるだけでもすごい時間ですよね。そうですね、もう家帰ってから夜ですね、休みの日と。すごい、ずっと見てましたね。まあでも年間100万ぐらいは使ったと思いますね、1年間で。でもそれをすることでやっぱ指導が変わってくるんですか？そうですね、やっぱり繰り返し見て何回も読んだりすると、うん、やっぱ当然知識が、うん、なかった知識がどんどん入ってくるんで、はい、こうどん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 言えることが増えていきましたね。で子供らにこういろいろ教えてることが増えていって、うん、で最初やっぱりそのバレー部の顧問って球出し、はい、ボールを打ってこうレシーブさせてっていうのが、はい、まあ、できないといけなくて、まあ、別にできなくてもいいんですけど、はい、それはまあやりたいなっていうのもあって、うん、ここからその球出しの練習をずっと空き時間とか、まあ、放課後終わってからとかに何時間も何時間もずっと打ち続けて、はい、で手パンパンになったら今度逆の手で打ってとかってずっとやってると、それもこう最初球が縦回転に打ったらスパイクってこう縦回転でボールを下に落としていくのがバレーボールのスパイクなんですけど、それが全くかからなくて、はいはいはい、でもそうやってずっと打ち続けてやっていくと、うん、なってくるんですよね。なってくるんですね、はい。それはなんかこうやっぱコツが見えてくるっていう感じですか？いや、もうひたすら打ってるとこの手首の返し方がやっぱり掴めてくるっていうか、はい、でも手パンパンに腫れてるんですよね。そう、もうパンパンですね。うん、パンパンに腫れてる中で打つんです。もうきつい。ずっとやったら感覚もなくなってくるし、うん、はあ、はい。で右手はね確定なんで、はい、で僕ちょうど左利きなんで、はい、左は別にねずっと打っても問題ないやろうと思いながらなるほど、ずっと打ち続けて、はい、そしたらねやっぱでもできるようになってきて、うーん、まあそうやってこう頑張ってやってると子供らも分かってくるじゃないですか。先生なんかできひんかったのに、はい、あれできるようになってるとかって分かっていくと、うん、そういう分でこう信頼を得ていくというか、もう先生の成長を見ながら先生も頑張ってるんかなとか、うん、やってるんだなっていうのが見えると、なんかそういう部分でも信頼ってできてくるのかなっていうのは、なるほど、ね、はい、思いましたね。
でそれで成績がどん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 上がっていくんですよね。そうですね。でも子供らしんどかったと思いますね、当時の子らは。もう最初わからないし、体力練習も非常に多くて、はい、根元が長距離で、はい、あの陸上なんで、うん、走ったり筋トレしたりジャンプしたりの練習ばっかり届いたら、あでちょっとずつ当然そういう専門練習は増えていったんですけど、うん、あのそういう体力練習は多かったですね、うん、まあ、その代わりやっぱり後半のセットに強くはなりましたけど、あ、1セット1セット取り合って3セット目ってなった時にはすごい体力持ってるので、全然こうなんかあんまり呼吸が上がってなかったりとか、はあ、やっぱその体力作りって、ね、絶対いると思いますね、はい。あ、やっぱりでも中学校でそこまで体力作りやってってなかなかないですよね、ね、はい、女の子ら女子ね、女子バレーだったんで、その時は、はい、もうある子がなんか先生は鬼ですとか言って言ってる子もいましたね。なるほどね、はい、でそこでまあある程度成績を残してこられて、なんか転勤になられるんですね、はい、で転勤になってやっと今度は陸上部。そうですね、はい、で陸上部に入って、最初に何を、まあ、陸上も今までね自己自身がやってこられたこと。そうなんですけど、最初も当然指導者としては当然素人ですよね、うん、だから自分はやってきたけども教える側になるってなったらやっぱ素人なんで、はい、もう一緒ですね、また本を、また、また本、はい、本屋に行ってこの陸上の、陸上の本の方が多いんですけど。あ、そうなんですね。陸上の本をまた買い漁って買い漁ってずっとひたすら、うん、どこの本屋、もういろんな本屋行くと、はい、これ持ってないとかやっぱあるんで、あ、そこからスタートして、はい、で DVD DVD を買って買ってで、うん、でまあバレーの時も一緒なんですけど、そっからねやっぱり合同練習に行かしてもらったりとか、合同練習、はい、それこそあの日本全国、うん、他府県も出て、うん、いろんな指導者に教えを請うっていうのをしましたね。なるほど。それはね、なんかつてを持っていたんですか。いや全くなかったですね。バレーボールの時も、はい、そんなに強いチームじゃなかったので、うん、まず練習じゃしてくれないですよ、電話かけても。あ、そうなんですね、はい、で何件も何件もかけて、はい、やっと1個だけやってもらっ、あのやってくれるっていう学校が見つかった、うん、そっから広げていって、はバレエの時の方が大変でしたね、どっちかって言ったら。なるほど。陸上は割と結構合同練習してくれるんですけど、うん、あのバレエは言ったら練習試合に同じぐらいのチームでやりたいじゃないですか。あ、確かに。だそうなると弱いチームとはやっぱりね、うん、あまり釣り合わなかったらやらしてくれないっていうかね、なるほどね、うわあ、ちはちょっとみたいになって、あれが結構辛かったですね、最初電話した時。なるほど。よく心折れずにそれをかけ、はい、ずっと電話かけ続けましたね。で多分みんなそこの一発目で心折れてしまうと思うんですけど、まずどこにバレー部があるかもわからなかったんで、あ、もう知り合いの先生頼ってバレー部がある学校をリストアップして、はい、そっからでしたね。そうか、なんか、はい、私らの時代の感覚から言うとバレー部って絶対にあるもんだと思ってたので、ない多いんですけどね、ない学校もちろんね、陸上部がない学校もあるように、うん、でないのにかけたら失礼っていうか、ね、うん、こいつ大丈夫かぐらいな感じで思われるので確かに、はい、なるほど。でそうやってあのどん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 と、そのじゃあ先生との輪を広げていくっていう感じ、はい、それはでも大きいと思いますね。やっぱり本 DVD に書いてない指導技術を持っているからこそ、あ、結果を出せる先生たちがきっといてはるっていうか、まあ、指導者がいてはると思うので、うでそういうところに関しては当然何もせずに受け身では何も教えてくれないの で、 あ、そうで、ね、自分から門を叩いて教えてほしいっていう風な形で、それがまあ年齢がね自分より低かろうが高かろうが関係なく、うん、まあ、教えてくださいって言って足運ぶっていうのは僕はすごく大事なことやなと思いますね。それもなんかあの身につまされるというかなんかだん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 そういう謙虚に教えてくださいっていうのがなかなかねいけなくなってくるので、はい、やっぱそれをされてるってすごいなと思うんですよ。だからそうなんですよ、年齢が上がってきたりとか、それこそなんか競技結果が逆に出てくると、うん、行きにくいっていうか、うーん、あの行ったらいやお前に教えることなんかないみたいなね、うん、言われることも
あるんですけど、うん、それでも行くっていうのは大事だと思いますね。なるほどね。でもまあそれを言ったことでまたさらに結果が残っていく、大きいですね。やっぱり、うん、その本よりも DVD よりも行って、うん、自分から足運んで行っていろんなことを教えてもらったのが大きいですね、一番。あ、でもそれはあれですね、その先生方に聞きに行くにしても、はい、その DVD とか本とかの知識がなかったらまた教えてもらえない。そうですね、だから的外れな質問しちゃうんでね、そういう風なところで行っても、うん、もうちょっと勉強してこいやって言われてもね、あれなんで、まずは自分ができること、はい、今できることを先に完璧にやるとか、うん、頑張ってやるっていうことをやった上で、それでもわからないことが出てくるので、うん、その時に初めて行きましたね、うん、バレーボールの時も一緒でした。本 DVD で書いても全然わからんことがいっぱいだったんで、逆に、うん、でやっぱりバレーボールは実戦形式のね、対戦がすごく大事ですし、あ、まあ、陸上も一緒なんですけど、そういう部分はやっぱ足を運ぶっていうのはすごく大事ですね。なんかこう、まあビジネスマンなんかの人だったらそういうね、研修とかお金を払ってね、すごい高いですけど、ビジネスマンの方なんかの研修だと、でもやっぱりああいうのは大事だと個人的には思いますね。やっぱりそうですね、はい、なんか技術を得るってなった時にはね、いや、なんか私も頑張ろうと思いました。はい、でね、今ね、またさっきもお話にありましたけど、大阪も緊急事態宣言出るかどうかみたいな状態に、ね、はい、なってしまって、やっぱりコロナになってもうゴロッと世の中が変わってしまったじゃないですか。はい、でこれからまあそのコロナのこの中で今までとは違うやり方になってくる中で、はい、今後どうされようと思われてますか。そうですね、とりあえず、うん、このコロナ禍で何もできない、まあね、まあステイホームとかいろいろ言われるんですけど、はい、でも今が逆にチャンスかなっていう、みんなが止まってる中で、うん、もちろんできる範囲ですよ、ま、ルールを守りながらもなんかできることはないかなって探して、うん、こう新しいことにチャレンジしていくことで、はい、これまでになかった自分とか、うん、これまでになかできてなかったことをこうやれたら、はい、それって結局これを生かすことに、うん、このなんかマイナスやとか何もできへんって言われる中をなんかプラスに変えれるんじゃないかなと思うんで、今僕はなんか動くべきかなっていうか、その何か新しいことにできる範囲の中でチャレンジしていくことが一番大事なんじゃないかなって思うので、それは最近よく子供らにも話して、止まるからこそ、まあ世の中がそうやってこう止まってしまうからこそ逆に動き出すっていうか、うんうんうん、ルールを守りながら動き出すっていうことをやってくれたら、なんか得れるんじゃないかなっていう、なんかマイナスにこのコロナの状況を捉えるんじゃなくて、あれあったからこんなことできたって言えるような、うん、まあ、そういう風な生き方じゃないですけど、うんうん、過ごし方はしてほしいなっていうのはずっと思いながら今指導してますね。あ、いいですね。なんか私も、まあ、コロナになったからこそ、はい、まあ、私のクライアントさんとかも今までだったら、リアルでのセミナーにしてくださいっていうのを言われてたのが、はい、仕方がないのでズームでってなって、そのネットを毛嫌いしていた方たちがネットに入ってきたということで、あー、まあ、ズームで、ね、セミナーをしたり講座をしたりとかがするよう、はい、できるようになって、私コロナってすごくいいきっかけがになってる部分もいっぱいあって、はい、で通勤もしなくてよくなった、はい、まあ、主人ももうリモートになって、はい、東京単身赴任だったのがこっち戻ってきてるみたいなこともあったりとか、はい、やっぱりそのいろんなことのね、見直しになる時だと思うので、はい、学校っていうのもね、なんか大きな見直しの、そうなんですよ ね、はい、いや、もう変わるとは思います。これを機にオンライン授業の整備も含めて、まあ、体育でオンライン授業でどうしようかなって考えなくちゃいけないですけど、でもそういう一つのきっかけになって、これから多分これを皮切りにいろんなことが変わっていくんだろうなって、それに対してこうなんかこう歩みを止めずに考えて、どん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 スタート切っていかないといけないなっていうのは思いますね。なんかこうマイナスに捉えないっていうことはすごく意識してます。なるほど、ありがとうございます。最後にね、太一さんにこれからの展望をお聞かせいただけたらなと思うんですが、はい、先ほども話させてもらったように、
今年、まあ、2021年でね、今にも緊急事態宣言がまた大阪に出るんじゃないかっていう時なんですけど、だからこそ、まあ、先ほども話させてもらったなんか新しいことにチャレンジするっていうことをテーマに今年はやりたいなって、子供にもこれはちょっと話させてもらったんですけど、それをこう考えながら今年1年また、いい年やったなと思えるにはやっぱりなんかチャレンジして、もちろん失敗もすると思うんですけど、逆に新しいことにチャレンジするから失敗があって、で失敗があるから次の成功がまたあると思ってるので、何もねしなくて、しなかったら失敗はないかもしれないですけど、辛抱もないので、だからそういう部分ではこう新しいことにどんどんチャレンジして、積極的にちょっとやってみようかなっていう、そんな年に今年はちょっとしたいなと、いいですね、はい、思っています。ありがとうございます。なんかその失敗をね嫌がる人がすごく多くて、失敗したくないから動かないっていう人ってまだ世の中に多いと思うんですよ、でやっぱり失敗の捉え方っていうのがちょっと違うのかなと思うんですけど。あ、そうですね、なんか失敗ね、この前よくですけど、あのベース記録出た大会は学ぶべきことが少なくて、こう結果が出なかった時の大会の方がやっぱり、いっぱい学べるんですよね、たくさん。だから失敗した時の方がいろんなことを得れるっていうのはすごくあるので、こうこれ気づけなあかんかったなやっぱりっていうことも含めて、次こうしていこうっていうことが見えるものなんで、そのためにはチャレンジ、はい、あの動くっていうことが一つ一番大事かなと、はい、思いますね。だから失敗はね、昔の言葉ですけど成功のもとなので、やっぱりそうなんですよね、はい、はい、ありがとうございます。やっぱりね、あの失敗を怖がらずにね、チャレンジすることを皆さんもやっていただけたらと思います。はい、はい、それではですね、おうちプロデュースのワンポイントアドバイスコーナーとなりましのお時間となりましたので、まあ、ゲストの太地さんのおうちのお困りごとなんかを聞いていきたいなと思うんですけれども、太地さん、なんかお困りになられてることとかありますか？いっぱいありますね。いっぱいありますか？まあ、もちろん子供ちっちゃいんですぐぐちゃぐちゃに家がなるのもありますけども、一番あのさっきちょっと話させてもらった、そう、本やら DVD を何百冊も買ってるので、でこの前去年本棚を買って入れたんですけど、当然全部満帆で、まだまだあの部屋に山ほどの本が転がりまくってるんですけど積み上がってるみたいな、どんどん増えていくんで、まだなるほど、どうしたもんかなっていうのはあります。はい、ありがとうございます。はい、ではね、これね、多分あの特にお仕事されている方ってすごく多いと思うんですよ、その自分が専門の何かお仕事をしているとやっぱ専門のその書籍関係が積み上がってくる、じゃあその中で今も読むのってどれぐらいありますか？半分もないかもしれないですね。でそのじゃあ情報として今旬で生きているものが載っている本ってどれぐらいあるか？3割ぐらいですかね。ということは、必要なのはそれだけになってくるんですよね。であの手放せないのはなんかもしかしたら見返すんじゃないかっていう不安なんですけれども、あのどん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 情報って新しくなってくるので、本当に定番のものは一つぐらい残してもいいと思うんですけど、そうでなくもうちょっと情報が切り替わってきたなというものに関しては見直してもらうっていうのも一つ方法にはなるんですね。あのおそらくあの気づいてないけども本当にもう全く何年も見てないなっていうものがあったりすると思うんですよ、でそれに関してはおそらく今後5年10年見ないかもしれないですね。可能性はないと思うんですよ、そうするとであれば新しい情報を入れるためにそこを開けてあげた方がいいんですよね、じゃないとあの頭の中も、パソコンの中もデータが多くなりすぎると、動かなくなってきますよ ね。あれと一緒で、でもそれをもう不要になったデータを削除していくと、また動き出す、で動きも軽くなるっていう風な形になるので、それと同じ風に考えてもらうとやっぱり使っているデータ情報を残して、使っていない情報に関しては、まあ、リサイクルショップだったりとか、古本屋さんに売っていただくと多少お金に、特に専門系の本に関しては値段がつきやすかったりもするので、
で持って行ってもらうっていうのも一つかなと。捨てます、すぐそう、あの意外に本ってデータで持っとかなければいけないものっていう固定観念があったりするんですよ。そうなんですよね、うん、でもじゃあ見るかっていうとなかなかね、また新しい本買ってしまってね。そうなんですよね、そっち読んじゃうんでね。えということは常に新しい情報が一番欲しい。はい、そうですね。となると古い情報を使っていくのか、じゃあもう自分の記憶の中から消えてしまってるのかっていうと、もう自分の血となり身となりってなっていることの方が多いので、であれば新しい情報を常に見れるところに置いてあげる。そうですね、うん、捨てますまあ私ね、捨てるのを推奨派ではないので、はい、あ、そうですね、どちらかというと整理するって感じですね。そう、誰か使っていただける方に使っていただくっていう考え方なので、リサイクルショップとか出したり、あともう本当にメルカリで売っていただくとかでもいいと思うんですよ。でそういうふうにすることでちょっと物も循環させてあげないと、実は使ってもらえてないものは寂しがりなので、使ってっていう、あの実は家の中でいたずらをするということがあるので、はい、わかりました。はい、なので見直していただければと思います、はい、ありがとうございます。はい、では本日もお時間となってまいりましたので、本日ここまで最後までご覧いただきましてありがとうございます。で私の方からね、ちょっとお知らせの方させていただきたいと思います。1月の12日、13日、16日 と、片付けビジネスをする方のための体験セミナーっていうのをさせていただきます。で、まあ、興味のある方は、これの、なんだろう、文章のところに、URL を貼ってますので、そちらの方からお申し込みいただければと思います。まあ、この片付けビジネス、どういうことを学べるかというと、ビジネスの動線、しっかりと顧客動線どういうふうにつなげていくのか、で相手がやっぱりその心が折れそうになるときにどういうふうに持っていくのかというお話もさせていただいております。なので、まあ、これ実は片付けビジネスって言ってるんですけど、ビジネス全般に全然通用するお話になっているので、うん、ご興味ある方はぜひぜひ聞いていただければと思います。それから今度2月に、片付けが苦手な方のために、ごめんなさい、さっきの図画面を私出すのを忘れてたんですけど、これですね、ビジネス知識ゼロでも2時間で片付けの資格を仕事にできるおうちプロデュース体験セミナーっていうのを1月に開催させていただきます。そして2月には、片付けがすっごく苦手な人ってやっぱり多くて、今もうリモートワークになってきて、家をなんとかしたい、家の背景映したくないから今、バーチャル背景を使っている人多いんですけれども、バーチャル背景使わなくてもよくなるように、片付け苦手 100% でも2時間で片付く暮らしに変わる、おうちプロデュースワンデーセミナーというものも開催いたしますので、そちらの方もご興味ある方は、また URL 貼ってありますので、そちらの方をご覧いただければと思います。それから、私の方で、電子書籍を3冊出させていただいております。そちらもね、全部280円で販売しておりますので、綺麗な部屋作りをして幸せになりたいなという方は、ぜひホームページをチェックしていただければと思います。はい、それでは、次回は2月の6日土曜日17時半に、また、時間を戻して17時半にお目にかかりたいと思います。では今日は太一さん、いろんなお話ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、喋ってみて。いや、意外ともっと緊張するして喋れなくなるかなと思ったんですけど、あ、本当ですか、はい、よかったです。なんとか無事終われそうですで生徒さんも聞いてくださってるかもしれない、はい、ということだったので、はい、生徒さんもね、先生もこういうふうに頑張られているので、また皆さんも見習っていただけたらなと思います。はい、それでは本日ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。それではさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。